今回は鶏肉の入った美味しい卵スープの作り方を紹介します。美味しい卵スープを作るとなると鶏ガラスープから作るのが基本ですが、もっと少ない材料で簡単に短時間で作れる方法を教えちゃいます。もちろん鶏ガラスープの素は使いません。使うのは鶏胸肉についている鶏皮です。鶏胸肉の鶏皮を使わずに捨てる人もいると思いますが、あの部分には栄養と旨味が多く含まれています。そこで鶏皮を有効に使い、美味しい卵スープを作る方法を紹介していきます。それでは作っていきましょう。まずは鶏胸肉の剥がした鶏皮2枚とネギと生姜を用意します。だいたい2枚で売られている鶏胸肉を買うことが多いと思うので、その分量にしました。そのままだと調理しづらいので、できそうな大きさにカットします。あと香り付けと臭み消しになる青ネギと生姜を 4、5 切れ用意します。続いて具材となる鶏胸肉を細切りにします。よく見ると縦に繊維があるのが見えます。その繊維に沿って細切りにします。まずは肉をスライスします。上からでも下からでも切りやすい方で結構です。今回は下から包丁を入れスライスする方で説明します。肉を上から手のひらで押さえ、包丁の刃先をまな板と肉の接している部分に入れ切ります。上からしっかりと手で押さえて肉を押し込み、包丁を上下に動かしながらスライスします。スライスされた肉を並べ、なるべく細く切ります。肉を端から包丁を押し出して引くを繰り返す細切りにしていきます。何度か切る途中で包丁を外側に倒し引き離すようにすると肉がつながりません。簡単な方法としては、冷凍した肉を半解凍してから切ると楽に切れます。だいたいこのくらいの細さに切るのが理想です。それでも難しいと思うなら、チキンサラダなど茹でたものを細切りにするといいですよ。 30g を用意しました。次にフライパンを温め、鶏皮を入れ焼いていきます。温まったら中火にして油を引かずに鶏皮をそのまま入れます。鶏皮をフライパンに広げ、よく焼けるようにしていきます。広げたらそのまましばらく放置します。鶏皮の表面に焼き色がついてきたら裏返して焼きます。そうすると鶏油が出てきます。これが中華料理でよく使う鶏油、鶏油です。油が出てきたらネギと生姜を入れます。鶏油はこの動画でも何度も使われているように、中華料理を美味しくするには必要不可欠な油です。多めに作るなら鶏皮を集めて冷凍しておくといいでしょう。そのまま5分くらい焼いていると鶏油がたくさん出てきます。これが鶏皮から溢れ出た旨味の油です。鶏皮の弾ける音が大きくなり、鶏油がたっぷりと出たのを確認したら、水を 400cc 入れます。水の入れるタイミングがわからなければ、5分くらい焼いたら水を入れればいいですよ。ここからさらに煮ることで鶏皮の旨味をほぼ出し切ることができます。
一度沸騰させ、沸いたら弱火にして5分くらい煮ていきます。鶏皮を煮ている間に鶏肉に下味をつけます。塩、味の素、胡椒、酒を少量ずつ入れ、揉み込みます。水溶き片栗粉を大さじ1強を入れます。片栗粉を少量で混ぜ合わせます。最後に油を少量入れコーティングします。5分経ったらこのように鶏皮の脂と旨味が水に移りスープができます。これはラーメンのスープとしても使えます。次は具になる鶏肉を湯がいていきます。お湯を沸かしたら火を止めて塩と油を少し入れます。少しお湯の温度が高いので水を軽く入れます。そこに鶏肉を入れて湯がいていきます。だいたい10秒くらい湯がけば OK です。肉が固まらないように箸で混ぜてから取り出します。お湯をしっかりと切りボウルに入れておきます。そうしたら鶏肉を湯がいたお湯を捨て、鶏皮のスープをこして鍋に入れます。次に卵を1個割り、よく混ぜます。生姜のみじん切りを小さじ1入れます。紹興酒または酒を小さじ1入れます。塩小さじ1/2と味の素を少量入れます。胡椒を軽く振りかけます。鶏肉を入れます。鶏肉でさらにスープの旨味がアップします。ここで味見をしておき、足りなければ塩を足してください。火を止め、水溶き片栗粉大さじ1くらい入れてとろみをつけます。再度加熱してスープが沸き始める前に卵を流し入れます。卵を入れたらそこにつかないように鍋を移りながらゆっくりと混ぜます。中華料理の卵スープには花を咲かせるという意味がありますので、そのイメージで卵で花を咲かせてください。そうしたら器に流し入れ完成です。
最後に彩りでネギを散らしておきます。お好みでわかめやほうれん草などを入れても美味しくなります。今回は鶏肉入り卵スープの作り方を紹介しました。卵と鶏肉には栄養がたっぷりなので、食欲がない時にでも美味しく食べられると思います。栄養についてはブログで書いていますので、興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。